Thank you.
Thank you.
Thank you.
はい、じゃあね、今日はですね、令和6年7月5日金曜日ね、21時30分まだどこでございます。まだ1時間ちょっと打てますけどね。最後厚生6やったけど、捨てて帰ってきた。もうすっげえ横で、最後、上行くかなと思ったら、なんか、レンが止まったから、もうやめて帰ってきた。うん、4連したけど、レギュラー、ビッグビッグでね。もう無理かなと思って。いや、今日一番最初はね、1000でペカったよ。1000でずーっとしとって、ね、うん。遊んでるのに、一回飲まれたんかな。飲まれて4000、追加投資3000、4000を、5000にしたんかな。一回目朝ね、うん。52番台、マルハンのね、うん、ガチガチの設定1。おい、俺売ってる間は設定4とか、ぽかったけど、後で見たらガチガチの設定1やわ、あれ。よかった、やめて、正解やったわ。んで、クラブ D 見に行ったけどね、打てそうだったりなかったんでね、お姉ちゃんね、ありがとうございましたってね、ねーってだけね、お姉ちゃんだけ見てね、さんまもね、123ね、今日、来店があってね、AP チャンネルのね、背の高い男の、AP チャンネル銀狼みたいな白い髪の毛のね、背の高い男の子ね、ジャグラーガールズ750分の1、ビッグゼロ、レギュラー1の750分の1のジャグラーガールズ取ったぞ。その後ビッグ引いとったみたいだけどね、ビッグ1、レギュラー1で、もうたまらず捨てとったけどね。まあ、点々としてそこにたどり着いたっぽいけど、ジャグラーガールズが、多分ね、全体系っぽかってね、123、ナンバー店ね。俺も何番やったかな、573番台ジャグラーガールズで、ビッグ4、レギュラー1のね、1040回、1050回ぐらい回ってた台ね。あいつだから、どうしようかなと思って、うろうろして、結局座ってね、1000円でペカってね、レギュラーやってる。
そっから飲まれてね、追加して追加して、やっとビッグ引いたけど結局飲まれそうになって、110枚ぐらい持ってね、マイジャグ行って全飲まれしたけど。結局その代もね、ビッグ12のレギュラー8で、127分の1まで上がってたの。わからんな、ジャグラーわからん。ほんまわからん。あんなもん、根拠もクソもないぞ、あんなもん。あんなコーラが打て全毒っぽいけど、ね、2台ぐらい腐っとるか、これわかんのかな、と結局はやっぱ全毒なんやな。全毒っていうか全5、6かな。全4、5、6。全5、6かな。まあ、6もな、詐欺やけどな。全4、5って感じかな。でも全然あかんくてどうしようか思ってね、結局マルハモってね、40何番台かな、あれ。忘れた。ね、稼働台ね。3000円ぐらい使ったんかな。そっからもうよっこしてね。レギュラーがめっちゃ良かった。ビッグ9のレギュラーが14ぐらいついてたんかな。レギュラーめっちゃ良かった。100何分の1で。でもあれは微妙やな。4連とかするけど、900何枚、1000枚の壁を越えられんと落ちていくのよね。まあだから設定、5、6に見える4やな。引きのいい設定4みたいな。ね。で、そこで総投資が1万5千円に達してね。そこは1万1000回収。だ総投資は今日1万5千円の回収が5千円と1万1000円で1万6千円プラス で、4勝0敗負けなしっすよ、今月。ね、7月負けなし、ね、ジャグラー負けなし、7月。4勝0敗、1万3000円プラスでございますね。551買ってきちゃった。551タダではないな。551高いから、豚まんが10個で2100円の、シューマイが10個で、750円なんで、1000円割引でね、買ってきましたね。じゃこれをね、当てにちょっと晩ご飯というかね、しようかなと思いますね。まあ、ジャグラーさえ打っとけばね、なんとかなるんで、いうことでね。まあ、でも、引きが戻ってきてよかった。6月もね、結局、最後、7万ぐらい負け、最初買ってて7万ぐらい負けたやつをね、マイナス8500円まで持ってきて、今月負けなしやからね。やっと、戻ってきたね、引きが。ね、ジャグラーさえ解けばね、なんとかなるんでね。これからもね。ただ、あとね、もう、土曜日とかね、7月7日、ただまたどうしようかな。日曜やろう、出るわけないよな。やっぱ出ることないわな。出えへんと思うのよ。まあまあ、出えへん手で、ゴスロかなんかで逃げながら生き延びようかなというね。そんな戦法も駆使してね、やっていこうかなと思います。もう今月はね、もう毎日行け。もうすでに、今日5日で1日休んでるからね。もうどっかでまた休んで、明日6日、6の日にどうしようかな。土曜日やしな、もうやめとくかな。まあ、そんな感じでね、ちびちびやっていこうと思います。まあ、無茶さえ言うのが、勝ってるとこでやめとき、ジャグラー負けないんでね。まあ、当たり前やけど、ジャグラーってこうなるからね、勝ってるところでやめたい。そっから上に行こうかな、また、よく出すから負けるね。今日も、負けそうな、飲まれるところが、飲まれるところ、でも最後ね、1万1000円避けて、最初はお前1万2000円避けとったけどね、1000円売っちゃってね、1万1000円避けて帰ってきたからね。まあ、それでよしとしよう。ということでね、まあ、ジャグラーさえ解けばなんとかなります。ということでね、ご視聴ありがとうございます。ね、チャンネル登録で、高評価、コメントね、よろしくお願いします。で、もう1750人超えてるからね、メインチャンネルも3300人超えてるしね、だからもう5000人、これだけで、この2つだけで5000人ね、チャンネルいっぱい持ってるからあれやけど、ね、あとはね、番組、YouTube の動画視聴料がね、振り込みがないんだな。まあ、振り込みはいいとして。まあ、皆さんがね、見事でもいいんでね、長い動画をね、いっぱいいっぱいね、再生してくれるとね、チェン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 にするんでね。それがまたね、ジャグラー台になってね、もっと面白いジャグラーの打ち方とかね、できるかもしれないのでね、ご協力よろしくお願いします。ということでね、ありがとうございました。いやー、ジャグラー簡単だわー。